病院に行きました。どんなこと言われるかって言ったら、あーなんか、うん、痛みがある、オッケーオッケー、じゃあ痛み止め、じゃあ湿布出しとくねって終わってること多いんですよ。松田さん、お疲れ様です。なんで待ってんの？はい撮影終わったじゃないのお疲れです。ちょっと今回は特別編ということで、はいはい、今 YouTube こうやって投稿してるじゃないですか。はいはい、投稿してますね。なんかどういう気持ちで YouTube しててそういうことね、みたいなところってまだ語ってなかったと思うんですけど、それもう俺も完全に YouTube 今撮り終わって、あの完全にオフモードでしたけど今ですか。はい、いいっすけど、いやー、え、 YouTube 何で撮ってるか。あー OK、 だって今ほら、2時13分ですからね。深夜ですよ、もう。何時から始まったんですか、この動画。12時前ぐらいか。からスタートして、始めないと、2時間か3時間ぐらいか。撮って、仕事をバババババやって、よし、やるかーってなって。で、まだちょっと仕事残ってるっていうね、感じの時。まあ、なかったら寝てますからね、もうね。なんで撮ってるか。あの、まあでも、フッカのね、方、患者さんの方向けにね、撮らせてもらってる動画、あの、結構、一番最初に始めて、10万再生行く前に、10万人撮るか、行く前に、一回、こう、なんですね、投稿しなくなってですね。で、今また再開してるんですけど、これなんでなのか、まあ、なんでこう動画撮ってるのかって言ったらね、まあ、2チャンネルしてるんですよね。2チャンネル、患者治療科向けと患者さん向けって2つあって、まあこれ患者さん向けのね、生体復活なんですけどね純粋にこれはまあなんかね、こう直したいっていう人、改善したいなっていう人とかがやっぱりこう知識持ってないなっていうのは正直あって、でこう医療ってね、こう結構難しいじゃないですか、多分見てて。ただ正直なんだろうね、まあしっかり知識知ってれば改善できる人もたくさんいるし、ちゃんと知識あれば治ってたのになこの人って人も結構いるんですよね、正直見てて。でその知識ってじゃあなんだろう、特殊な勉強しないといけないかって言うとそんなわけなくて、まあ、例えば私のね、俺の動画とかでも話してるけど、なんかちゃんとやってれば改善できることって結構多いで、知ればそんなに難しくなかったなってこともあるし、10分15分の動画で分かるんですよ、いろんなことがね。ってことは、なんかそんなに特殊な技術がいるかって言うと、そんな特殊な技術は俺はいらないと思ってます。ただ、例えばね、手術をするってなって、この関節が何度の角度があるから、こうこうこうでとか、その辺は必要ですよ。でも、じゃあすげえ特殊な、ね、知識がいるかって言うと、そうじゃなくて、本当にちょっとずつ知っていけば、なんだろう、怖くなくなると思うんですよ。で、この怖くなくなるっていうところを、やっぱなんか分かんない不安とか不満がなんかこの動画で改善できればなっていうのは正直思って、再開した。まあこれ治療科向けの動画をね、こうガーッと上げてって患者さんが結構来るんですよ、こっちの方にね。あっち行ってる人こっち来てくださいね、いいですか。結構専門的な知識で話してるのに勉強したいですって来てくれる方いるんだけど、こんなに患者さん悩んでる人多いんだと思った時に、まあ、こっちのチャンネルもう一回しっかり頑張ってみる。正直ちょっと治療科向けの方ばっかり撮らせてもらってて、やっぱそれでもやっぱこう改善したいって人も結構いたから、まあ、こっちも撮ろうってことで今2個撮ってるわけで、ね、でもやっぱそれでもまあなんだろう、まあ撮る価値あるんじゃないかなと思っていて、今どん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 なんか頑張って撮ってるっていう感じっていうのが正直なところですかね、今。まあでも正直今でもさえパンパンだった時間の中にまた入れてるんで、普通だったら12時ぐらいで終わるんですよ、仕事がね。12時か1時ぐらいで終わってた仕事の間にパッと2時間3時間またパッと入れてくので、これを月に2、3回やるんですよね。今4回ぐらいやってるのか。やってるだけで、まあ結構睡眠時間は削られますけど、まあなんか見てくれた人が頑張っていただければな、希望を持っていただければなと思って撮ってますから。って感じかな長くなっちゃったけど、はい、感じですけど、どうなんですかね。整体院の方はどういう思いでやってるんですかね、うん。
整体院。整体院は、そうだね。まあでも、今言ったのが一番根本にあるけどね。なんかやっぱり知らなかったってのに知ってほしいっていうのは正直一番でかいかな。こう、例えば技術があるとかって別に、うちもそうですよ。もちろんめちゃくちゃ MSM メソッドとか、すごい、ね、時間とかかけて作らせてもらってるし、今でも俺でも勉強しまくってもっとでこういう風にできないかって改善してるんですよ。でもね、その技術はどこでも研鑽してるの、正直俺ら以外でもみんなやってるんだけど、説明とかそういうとこってやっぱ分かりにくいとこ多いんだよね。例えば分かりやすく言うと、まあこれはもう全部じゃないですよけど、病院に行きました、どんなこと言われるかって言ったら、痛みがある。オッケーオッケー。じゃあ痛み止め、じゃあ湿布出しとくねって終わってること多いんですよ。で、患者さんが逆に、先生、私の原因って何なんですかって、しびれ切らして言ったりとかすると、まあ、これまでも年かなとか、なったりするんですよね。で、これ、説明してるようで説明全くなってなくって、年が起きること、いわゆる対抗性変化って言うんだけど、対抗性変化が起きることによって、体の中でどんなことが起きて、運動学が起きて、こんなことが起きてるって説明すると分かるんですよ。けど、年取ったからで収まっちゃって、じゃあ痛み止めと薬。で、これっていわゆる対処療法ってやつで、いわゆる痛みが出たっていう結果に対してアプローチしてるだけで、痛みが出た結果の原因っていうところ突き止めてないし、そこに対してアプローチしてないんですよ。で、結果ってね、いわゆる火事だったとしたら、火事が起きました、燃えてますって状態。じゃあその燃えてますの状態になって、燃えてますって、ああ消し火消そうじゃなくって、また燃えるんですよどっかで。じゃあ何なん火種ってどこなんみたいな、あガスが漏れてるからだよとかね、誰かがこうやってマッチ吸って吸りまくってるからだよとかねそもそも燃えやすい材料だからだよとかって分かれば、そこ変えればそもそも火事起きないじゃんって話なんですよ。だからこの結果じゃなくって原因ちゃんと見つけようよってところが私はすごく大事だなと思ってるから、やっぱその原因がこうですよって、じゃあこの例えば床材が燃えやすいからちょっと床材を変えましょうとかね、ちょっとガスが漏れてるから、ここからだから火事が起きやすい、だからガスをちょっと閉める作業しましょうとかね、それが離状筋とかっていうものがあれば、例えば仙腸関節ってところになったりとかするって話で、ここの説明せずに、まあ年だから燃えやすいよねって収まっちゃったら、老化してるからだよみたいな、じゃあ建物変えるしかないんですかみたいな、まあ燃えたら毎回消しとこうみたいな、これ意味ないじゃんって話なんですよ。だからしっかりここの原因を知る、痛みの原因を知る、でなんか分かんないけど燃え続けるって、こんな怖いことないじゃん家がちょっと留守にしたら燃えちゃうからみたいになって何もできないじゃん、じゃなくて燃えるのはこんな原因って分かれば安心するわけでしょ。だからそれが分かるっていうのはすごくうちは大事にしてるし、その技術自体も再現性が高いっていう、一部の天才ができるんじゃなくて、みんなができるものをしていこうっていうのはすごく俺はこだわってる。やっぱそこが分かりやすいとか伝わりやすいとか安心っていうところになって、まあその安心ができると、いわゆる火事にならないから飛んでようとかね、と同じような感じで、痛みが起きてもこうすればいいか分かれば、痛みの原因がこれが分かれば活動的になってね、元気になっていくわけじゃないですか。やっぱこの寿命と健康寿命っていうね、いわゆる命が止まる瞬間までと、実際に自分が元気に動ける時間っていうのが、やっぱこの健康寿命ってやつと命の寿命が、やっぱこれ10年ぐらいあるんですよ。いわゆる10年間ぐらい誰かの手借りないといけないって状態、結構きついんですよね。これをやっぱり短くしていかないといけないなと思ってるのが、やっぱり私がやってるこの分かりやすく伝えて健康寿命を上げましょうってところにつながるかな、というふうに、ちょっと長くなっちゃったけど、思っていますって感じかな。うん。ありがとうございます。うん。最後に何か一言ありますか？でも、まあ、これはね、ちょっと最後になって、ちょっと重い話というか、私の個人的に本当に思ってることだけぶっちゃけて話すとね、じゃあ全員のためにあるかって言ったら、この整体院復活ってところだったりも含めね、まあ私の整体院、私は考えるもんですけど、全員のためにあるわけじゃないです、正直なとこ。でうちもね、正直高単価でやらせてもらってるんですよ。その中で例えばね、来た人によっては高いですって言われたりとかで、自分もよく言うんですけど、1回で直せる
とか改善できることはないですってもう断言します。そんなに人間の方って簡単じゃない。あの勉強すればするほど一回で直すって本当になんだろうね、体を冒涜してるぞだってさ、例えばね、治療してて腰痛の原因が昔やった捻挫から来てるってなったりとかするとですよ、50代の人が捻挫したのいつって言ったら、え、あれ10歳くらいですよみたいな10歳の時から40年間蓄積したこの腰の痛みを1回で取る、いわゆるこの蓄積したものを1回取るって、人間の体の中でそんなことしちゃったら逆に悪くなります。で、実際に1回でバンバンって治そうとするともう後天反応って言ってね、その腰痛の痛みがめちゃくちゃひどくなったとか、しびれがバーン出ましたとか、やっぱあるんですよ。そもそも痛みってなんで起きるかって言ったら、あの危険信号なわけよね。痛み起きてるよ、動くなよって言ってるわけよ。やめろよ、腰が反ったら痛い、反るなよって、今腰が反ったらいけない状況だからやめろよって言ってるのよ。なのにやったんでしょって話なのだから知識としてスキルとして、あのこういうのが原因だから知ってくださいっていう動画を撮ってる。で、そもそも自分の体は自分で悪くしたんだってことをまず理解しないといけなくって、そうなった場合にですよ、どうやって良くするのってなったら、これ自分の体は自分で良くするっていう立場になんないと、これって改善しないんですよ。で、はっきり言って患者さんが本気で改善しようと思った時のパワーと、なんかやってくれるだろうっていう患者さんのスタンスの人、どっちが治りがいいか、まあ、圧倒的に前者です。自分が改善しようと思うところに立った人ほど改善するスピードってこれ、ね、100倍ぐらい違うんですよ、マジで。だから何してるかって言ったら、この動画見て、多分ね、この動画長いと思うんですよ。俺もね、ペチャペチャペチャ喋ってるからね、なんか何言ってんだこいつみたいになるかもしれないですよ。でもそれ見てやっぱ改善したいなって思ってる人って、俺はそこの立場に立てる人だと思うんですよ。そういう人は俺は救いたいし、そういう人にこそ俺はこの慈悲の整体院、私自身もねやってる整体院復活とかあると思ってます。だからそもそもだけど、自分でやりたい、自分で改善したい、だけどもやり方が分かんない、この人たちに対しては俺はねやっぱ本気で関わりたいと。だってそれは苦しんでるもん、本当に何していいか分かんない。で、治したいっていう、例えば患者さんが努力してるのに施術者側がなんか本気に慣れてないとか、知識がない、スキルがない、これは俺らが別のねメディカルブックジャパンっていう会社の中で治療科向けに教えてるわけ。あ、私って改善できるんだって人が増えてくればいいなと思ってこの動画撮ってる。だから、あのそういう人たちがこう見てくれるとすごく俺は励みになるなと思うし、そういう人たちに対してもう見てほしいなっていうのが率直なところですね。なんか頑張ってるやつがいるんだなと、ぜひね思っていただければなと思います。なんかそんな人が見てもらってね、なんかちょっと希望がけば、なんかこんな夜遅くまで頑張ってるのもなんか頑張れるなって気がしますね、個人的には。どうですか、すけさん、こんな感じですか。はい、ありがとうございます。さっさと帰らせてくれよまたちょっと隙あれば突撃するんで。そうだよ、疲れるんすよ、もう。疲れ様です。ちょっともう、もう2時半だったやんまだあるんだって仕事。まあまあ、でもね、明日の朝7時ぐらいには息子に起こされるっていう。どうですか、あと4時間半後には起こされるのにまだ帰ってないし、風呂も入ってないっていうね、この状況で。明日はまたパンパン仕事があるっていうね、夜まで。だって明日だって、やっぱ夜の9時ぐらいからミーティングあるからね、3時間ぐらい。まあでもね、若いうちだけですかとか言いながら、なんか50ぐらいでもやってそうだねと思いますけど、なんかね、あのこんなやつがいるんだなと。あの医療業界にね、革命というか、まあ、整形外科分野とか痛み分野、もっともっと俺は発展すると思うし、 PTOT とかも本当素晴らしい人材いるんですよ。今はだいぶ低迷してます、正直。私が見てても、あの昔に比べると。ただ本当に何か改善したいなとか本気でやりたいなって人たちはすっごいたくさんいるけど、やり方が分かんない人多いから、あそこに何か兆しになるようなね、治療科にもそうだし、患者さんにもなんか希望ができるような動画になればなと思って撮ってますから、ぜひぜひ毎日見てください。チャンネル登録してください。あとなんか今日聞いてみてね、
あ、なんか気づいたこと学んだこととかあればコメントちょっと書いてもらえるとすごく励みになるんですよ。見てますか私もね。ぜひそちらもよろしくお願いします。あと高評価もね、お願いします。よかったらね。はい。あとは、世帯復活、全国でやってますから、ぜひそちらの方も、概要欄の方に貼っとくんで、ぜひね、チェックして予約して、まず行ってみてください。私の一緒にやってるメンバーたちが本気で寄り添ってもらえるかなと。まあ、わかんないけどね、改善できるかどうかも判定はしていきますけど、少なくとも今までにないぐらい本気で向き合ってくれるメンバーたちかなと思っています。ここだけは負けないようにしてますから。ぜひね、なんか希望が湧いたなと思ってば、ぜひね、会いに行ってみてください。はい。ということで、今日はこんな感じで、つけさん、いいですか？はい。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。ぜひね、また動画頑張りますんで、見ていただければと思います。では、終わりましょう。今日も動画の時、どうもありがとうございました。また見てください。